水保証券、水保証券株式会社、水保証券、A、水保サキュラティス CO、LTD は、水保フィナンシャルグループ、水保 FG 参加の大手証券会社である。2009年5月7日に、上場企業の振興証券を、存続会社として、ホールセール専業の旧水保証券と合併、いわゆるフルライン型とも称される、総合証券会社となった。 2013年1月4日に、主にジテール向けを手掛けて、北水保インベスターズ証券を、九州合併し、水保グループの証券部門を統一した。前身は、水保フィナンシャルグループ参加である銀行の証券し、会社であった第一官業証券、第一官業銀行系、富士証券、富士銀行系、工銀証券、日本工業銀行系である。 2000年9月29日の銀行持ち株会社である水穂ホールディングス、現、水穂フィナンシャルストラテジーの株式移転設立による経営統合に伴い、各公参加の証券会社であった3社が、同年10月1日公銀証券を存続会社として合併し、旧、水穂証券株式会社として発足した。従前は、 水保コーポレート銀行の100%出資し、会社であったが、農林中央金庫の子会社であった、農中証券の営業譲渡を受けた経緯から、農林中金も株主となった。2007年1月10日に、旧工銀証券を直接の前身とし、ホールセール専業の旧水保証券と、ホールセールリテール双方を手掛ける、同じ旧工銀系の新工証券が合併を発表し、 2008年初頭の合併を期としていた。だが、世界的な経済危機リーマンショックに発展するサブプライムローン問題で、旧水保証券の損失が拡大したことや、市場の混乱が収束しなかったことなどから合併の延期を経て、2009年5月7日に新水保証券として発足した。水保信託銀行が取った手法同様、 上場維持の観点から、新興証券を存続会社とし、称号を水保証券株式会社に変更したため、旧水保証券の法人格は消滅した。本合併により、統一金融機関コードは新興証券側を、SWIFT コードは旧水保証券側を継承した。2011年9月1日に、 水保 FG 株を交付する形式での株式交換が行われ、水保コーポレート銀行、水保 CBK の完全子会社となった。完全子会社化が発表された際、旧、水保 SC から継承した資本関係のある農林中金との関係が注目されたが、2011年9月1日に両社の間で協力分野拡大、提携強化、 資本関係継続の契約がなされ、同月6日に農林中金が水保証券の株式5.34%を再取得している。2011年6月に就任した旧工銀出身の元山博社長。その後、プラネットブースと証券支店が同一地にある拠点については、プラットブースを廃止した拠点も見られる。旧振興証券との合併前は、 ホールセール特化型で店舗を持たず、本社、本店のみの構成となっていたが、2005年に関西営業部が設置されている合併後は、旧、新興の店舗が営業拠点として活動すこととなった。また合併後も、債券、株式、投資銀行の3つを中核業務に位置づけている。社債市場において強みを持ち、主観時間予額では、 野村証券や大和証券 SMBC、日光シティグループ証券を抑えて主位である。特に侍債外国企業が円だけで発行する社債市場においては29%を超える高シェアである。この他資産担保証券、ブックランナーで第1位、M&A アドバイザリー愛件数で第3位など、 純銀行系証券会社としては、比較的高い実績がある。米国現地法人である、米国水保証券は、日本の証券会社としては、野村証券、大和証券と並んで、米国財務省から、国際市場特別参加者、プライマリーディーラーに指定されている。香港には、子会社である水保、セキュリティーズアジアが置かれており、北京、 上海に駐在員事務所を設置して中国市場に進出する。このほかヨーロッパには英国ロンドンに水保インターナショナル、スイスにはスイス水保銀行が現地法人として置かれている。また、中国では人工知能 AI を使った株式アルゴリズム取引を研究する北京大学と2018年に提携した。前日の通り2004年に 農林中金参加である農中証券を譲り受け、その後さらに第三者割当増資を行った。このため農協系金融機関へのサービス提供も行っている。また同年には証券部門の脆弱なリソナ銀行とメガバンクの枠を超えて M&A 業務に関する提携を結んだほか UBS 証券とも M&A で提携を結んでいる。さらに証券会社としては マネックス証券、シティグループとも連携している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。